ホワイトキャッスル8号店はアメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリスにあるかつてハンバーガーレストランチェーン店ホワイトキャッスルの店舗があった建物このチェーンが建設した下半式プレハブ工法による建物であり少数しか残っていないものの一つであり現在ではアコーディオン販売店になっているこの建物は28フィート四方の広さで これまでにミネアポリスの3つの場所に設置されたことがある。当初はミネソタ大学のキャンパスに近いワシントンアベニューサウスイースト616番地に1936年に設置された。この建物は1950年に当初の敷地の地主に借地権の更新を断られたためセントラルアベニューサウスイースト329番地に移設された。 1983年、ホワイトキャッスルはセントラルアベニューにあった、この店から数ブロックしか離れていない場所に新しく大きな店舗を構えた。ミネアポリスの建築士の一部となっている、この建物を救うべく、ミネアポリス歴史遺産保存委員会は、この建物を買い取って別の場所に移設する意思のある買い手を見つけ出し、この建物は破壊を免れた。現在、 この建物は、リンデール・アベニュー・サウス3253番地にあり、1986年には国家歴史登録財に加えられている。1926年、ホワイト・キャッスルはミネアポリス地域に進出した。当地域では8県の店舗が1927年に建設され、ワシントン・アベニュー・サウス・イースト616番地にも化粧レンガを施した店舗が建てられた。 チェーンの拡大とともに、ホワイトキャッスルは標準化された製造工程を確立し、店舗にも標準化された外見が確立されるようになった。ホワイトキャッスルの子会社であったポーセリンスティールビルディングスは、どこの敷地でも組み立てられる、移設が可能なプレハブ工法による構造物を製造していた。この建物は、当初の1927年にワシントンアベニューの 敷地に建てられた店舗に代わって1936年に設置された。この建物はシカゴウォータータワーに似た外見になるよう作られており八角形の控え壁や銃眼が配された等胸書き外装として施されている。ホワイトキャッスルの創設者たちは後年になってこのデザインは当製品を建築材として 用いるのに成功した最初の例であると主張した。このホワイト・キャッスルの店舗設置の手法は、本社のあったカンザス州一田周辺の企業家たちを刺激し、下半式プレハブ工法の建物の製造が盛んになった。1950年、ワシントン・アベニューの敷地の地主は、借地権の更新を断った。もともとホワイト・キャッスルが移設可能な店舗を開発したのは、 小さな一区画の地主が借地権の更新を断ることを想定してのことだった。ホワイトキャッスルは、それまで店舗があった場所から、数ブロックしか離れていない、セントラルアベニューとフォースストリートサウスイーストの角に、新しく大きな店舗を構えた。しかし、当時のホワイトキャッスルは、市街地中心部から郊外への人口の流出に、気づいておらず、 中心部に近い地区で店舗を存続させることは、より大きな店舗を郊外に展開するのに比べ、何倍にも大きな困難となっていった。やがて、同社もより大きな店舗の郊外展開の可能性を認識するようになる。不幸なことに、このような判断は、より小さい、古くからの店舗が時代遅れになったことを意味していた。1983年。 同社は新しい店舗をミネアポリス北東部に建てた。幸い、歴史的価値があるものとしての保存運動が功を奏し、この建物は1984年に現在の場所に移設された。通常、建物が元の場所から移設されたり、大幅に改築されると国家歴史登録罪の認定は取り消される。しかし、初期のホワイトキャッスルの店舗が 当初から移設できるようになっていたことを、連邦当局も考慮し、認定を与えている。ありがとうございます。